おっしゃ、こっちもいただき。あ、お前足元気をつけろよ。こういう平坦な道こそ。わかったか。お、これじゃね、誓いの鐘。おー、おい、何ぼーっとしてんだよ。早く取っちまわねえと富士山隠れちまうぞ。うわっ、なんだお前。君たちこそなんだ、こんなとこで。見りゃわかんだろ、写真撮ってんだよ。なんでだ。なんでって、いいじゃねえか別に。なあ、なんでここだ。あ、なんでここだ。あのな、ちょっと可愛いからって何でも許されると思うなよ。なんでだ。ああ、もううっせえな。コンテストのためだよ。何のだ。夏のフォトコンテストだよ。こいつが富士山ここで撮りてえって言うから。ていうかちょっとこっち見ろよ。富士山。お前どこの学校だ。ここら辺じゃねえだろ。ちょっと見せて。それデジカメじゃねえから見れねえよ。俺のデジカメだから見る。じゃあいいや。なんでだ。っていうか何なのさっきから。私は藤山君の話してんの、横からペラ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 。邪魔しないでくれるねえ。そいつ一言も喋ってねえじゃん。おしゃべりな男ってどう思う。あのな、っていうかなんでこんなとこに一人でいいんだよ。いいじゃん別に。写真って面白い。モデルになってあげよっか。写真、写真、富士山隠れちゃう。写真ね、面白いんだ。その瞬間を切り取ってるって感じ。そっか、面白いんだ写真。しずく、なるみしずく、よろしくね。